はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回は角度の問題この2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安などとかわかんないのがあれば、今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は四角形 ABCD があって、各 BCD、 これ、ね、BCD だからここの二等分線と、各 CDA だからここですね、ここの二等分線が交点、それが E になってると。で、その時各 X の大きさを求めなさいという問題です。で、二等分線なので、つまりマークでつけるんだったら、こことここの角度が同じです。角の二等分線半分にしてるからね。で、こことここの角度も今同じになってます。で、こういう時の解き方なんですが、まあ今自分よく丸とか×の印で普通に計算してしまうんですけど、例えば A と A、B と B みたいな感じで置いても全然構わないです。で、そのまんま問題を解いていきます。で、どういう風にやるかっていうと、まずこの X にたどり着く前に外の四角形を考えます。四角形ね。で、四角形の角度今4箇所あるじゃないですか。それを書き出すと、1個目91でしょ、で75いるでしょ。で、ここなんですけど、今ちょっと丸のまま行くと丸2個分だから2の丸みたいな、自分こうやって書いちゃうんですけど、でもあれか、多分やりにくいから文字にしちゃおうかね。AA とこっち BB にしちゃおう。だから A が2つ分だから 2A にします。で、右上も B が2つ分なんで 2B だよね。これで4つの角度全部書き込みました。で、四角形だから全部内角ね足すと360になるはずなので、360だよねっていう、こういう式が立つんです。まずいいかな、自分で文字で置いてね。で、これ解きます。で、解き方なんですけど、ちょっとポイントがあって、まず、91と75、これくっつけると、166か。それを右辺に持っていきます。そうすると、こうなりますよね。移行するから。で、そうすれば、2A たす 2B イコール、ここ計算すると、ちょっとめんどくせえな。194か。こうなります。で、こうなったら、まず全部2で割ってください。全部2で割れるからね。そうすると、A たす B イコール、これ2で割るから97になります。で、これが欲しいの。A たす B イコールなんとかが。角の二等分線使うとき、だいたいこのパターンで解きます。で、なんでこれが欲しいかっていうと、最初四角形の話をしてましたよね。こっから今度三角形の話に変えていきます。X を解くために。どういうことかっていうと、ここ見てください。この三角形です。三角形の内角、内側の角度は3つです、当然ね。で、それ今書き出すと A と B と X なんですよ、3つで。で、当然その3つを足したら三角形だからね、180度になるはずなの。こうやってでしょ、3つ足したら。で、よく見るとA たす B が97って分かってます。つまり、この部分。こう97なんですよ、今。97度ね。だから、A が1個で何度とか、B が1個何度は分かってないんだけど、A たす B っていうこの1個のセットだったら97が分かってる。つまり、この部分97に置き換えられるので、97たす X イコール180となります。だから、97を持ってきて、180-97、つまり X イコール83度となって、これで終了となります。角の二等分線使うときは非常によく使います、この解き方。なのでぜひね、こんな感じで解いてみてください。では、2番ですね。2番の方が見た目的にも嫌ですよね。嫌なんですが、わりかし、すんなりいきます。いいかな？今、平行四辺形 ABC で、これ平行四辺形です。
で、BEFG、この斜めになってるやつ、こいつが長方形になっています。で、AD、ここと EF、ここの交点が H の時に ABG が49度、まず書き込みましょう。 ABG だからここです。ちょ、ごちゃごちゃするんで外出すね。49度。 DHE、 DHE だからここです。ちょっと見にくいけどね、ここが69度の時に BCD を求めたい。つまりここです。じゃ X って置いときましょう、わかりやすいからね、という感じで。このまあ、いつも言うけどね、角度の問題っていうのは攻め方は一通りじゃないです。解き方いっぱいあるからね。だから今から自分が、俺がね、言う解き方と一緒じゃなくても構わないです。あ、そういう解き方もあるんだと思って聞いてください。では行きましょう。基本的にね、問題に書いてあることっていうのはわざわざ書いてるから意味をなします。どういうことかっていうと、じゃあなんでわざわざ平行四辺形で出してるのっていう話なの。書いてるでしょ、ってことは平行四辺形の特徴を使うんでしょっていう話になります。で、どういうこと、何が言いたいかっていうと、平行四辺形です。平行四辺形っていうのは対角、つまり例えばこことここ、あ、と対角ね、になってる、ここの対になってるところっていうのは角度が同じになるので、こっちだったら、ここ X だったら、ここ X なんですよ。ここ。同じになるの。だから、こっちで使うより、こっちで出した方が楽なんです。いい？個人的には。なんでかっていうと、自分のさ、俺の作戦ね、思ったのは、ここ。ちょっと細長いですけど、ここ四角形ですよね。で、四角形の中にそこ X がいるから、で、しかも、ここ90度でしょ、長方形だから。ね、わざわざ長方形って書いてくれてるからさ。いい？ってことは、ここ90でわかります。先に作戦行っちゃうと、じゃあここです。ちょっとちっちゃくて見にくいだろうけど。ここは69度のお隣さんだから、お隣さんは180から引けばいいんでしょ。つまり、180から69引いて、ここ111度ってわかります。で、ここはって考えると、ここ残りのね、ここはもともと長方形でここ90度なんですよ。ここが。ってことは、90から49を引けばここ残りますよね。だから90引く49して、41度ってわかる。いい？そうすると四角形の中が41度、90度、111度、X 度って揃ってたので、つまり X 先行こうか、 X 足す41足す90足す111、4つの角度足したら四角形だから360になるはずだよねっていう式が立てられる。そうすればあとこれ解くだけだからっていう作戦で自分は行きました。もちろんこれがベストかどうかはわからないです。いいね、じゃあやりましょう。まずまとめちゃおうか。ここで201だから242、こうなるのかな、これ間違えたくないの、合ってるかな、201の、大丈夫だよね。っていうことで、下入る？あ、入るね。X だとあれか、角 BCD に戻しておきます。角 BCD イコール360-242なので、118度。これで終了となります。まあいつもね言ってますけど、本当に角度の問題っていうのは解き方が一通りではないです。おそらくこの問題も違うアプローチの仕方、違う解き方ねされた方いると思うんですけど、まあ解き方の参考としてぜひねこんな感じで、まあぜひね覚えておいてください。では今回はねこの2問やらせていただきました。じゃあこれで今回の授業は終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ひとまずこの章のテスト対策はここで終了となります。まあ、また後でね付け足すとは思うんですけど、で他の章とか他の単元とかいろいろ撮っておりますので、もしよかったら他のね動画も使ってみてください。では他の動画でぜひ会いましょう。お疲れ様でした。